始めらんないんだ、このサブちゃんは。なんで？最後に始めるサブちゃんだ、これは。え？どういうこと？サブちゃんの最初を決める動画。はい、どうもーでいいじゃん。じゃあちゃうって。ちゃうでちゃうってめっちゃ怖いじゃん。いや、だから挨拶を決めるってことね。そう、確かに、うん。いや、なんか、メインと同じ挨拶だとちょっと違うじゃん。いや、それはすごい思ってたんだよ。ていうか、だから差別化というか、同じじゃんってなっちゃうから。そう、見る人がさ、あ、これサブちゃんなんだって出だしで分かった方がいいよね。そう、だから、はいどうもは絶対読んだ方がいいよ。俺ら、分かりづらいよね。一緒じゃんって、あら、これサブなん、サブちゃんなんだって後から思っちゃったら、そう、意味ないから。どうしようかな。はいどうも違うな。昔どうやって、なんでこうなったんだっけ。いや、もう一発目からはいどうもって言ってたよ。どんだけ自信満々に言ってんだよっていうぐらい言ってたよね。うん、昔の方が言ってたし。まあ逆にしてもおかしいもんな。よろしくお願いします、はいどうも。なんでなんで一回終演してもらった。はいどうもうるせえってことでね。うるせえそいつ。でもサブちゃん遅い時間に出ることが多いから、こんばんは的なとこから入るっていうのは考えてる。ああ、もうね、うん、夜ですよ。いやいや、サブを見るのは別に夜じゃないよ。別に朝、うん、多分早朝で、いつでも行けるべきだからさ。ああ、確かにな。あれはラファエルさんのその日言った挨拶丸々パクるっていう。ん、それかラファエルさんが言ってることの逆言う。ああ、いきます。陰ながら応援してますはただの悪口。陰ながら応援してますはただの悪口の逆を言う。陰ながら応援してますは本当に嬉しい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ずる挨拶。マジで怒られる時怒られるぞ。ラファエさん怒んないけど、うん、怒る。やめなって。怒る人怒るぞ。やめよ。でもきっと「はいどうも」っていうのって、うん、漫才から入ってるじゃん。そうだね、俺らが漫才やつ頃の挨拶。はいどうも、はいどうも。他の挨拶なんかある、漫才ってグループって。コント。いや、コントはやばい。コントっていうの、今日やることコントっていうの一番危ないでしょ。で、コントって言わないでしょ。タイトルを言う感じ。タイトルを言う感じは、まああるよね。ああ、コント、お医者さんみたいなのやっぱ言うじゃん。例えば、ぷよぷよガール作る、ぷよぷよガール作るって。じゃあ、カンタそれ言って。めっちゃ恥ずかしいじゃん。はいどうも。はいどうも、やっぱでもな、しっくりきちゃってるからな。そうだ、もうだ、動けなくなっちゃってるんだよ、うん、はいどうも以外、思いつかない体になっちゃってる。じゃあ、俺が言うっていう、ずっと逆にする挨拶っていう。ちょっと一回試しに。はい、なんて言ってるの、その時の。はいどうも、水溜りボンドです、お願いします。なんて言ってるの、OK、まず。え、それ俺が言ってるから。お前、ちょっと一回普通のやつしよう。はい、はいどうも、水溜りボンドです、お願いしますね、毎日動画頑張っていきましょう。はい、え、何も言わなかったな。あんま何も言ってないよ、その時。俺、そんな何も言ってないっけ。いや、なんと言って。もう一回、もう一回頼む、ちょっと。はいどうも、水溜りボンドです、お願いしますね、毎日を頑張っていきましょう、ということで。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう、やってる。と、あと、お前が挨拶してるとき横で、お願いしますって。まず、お客さん、カメラに向かって、ここで言った後に、お前が挨拶終わる頃にお願いしますって、お前の方向いて言ってる。2挨拶、1頑張りましょう。いや、なんか、2礼2拍手みたいな。で、俺始めてる。あ、ぐぐ。じゃ、ちょっと行きますよ。はいはいどうもー、水溜りボンドです、お願いしますね、毎日動画頑張っていきましょう。あれ、いつ入れるのこれ、むずいな。いや、だからこれめちゃくちゃむずいぞ。なんでだよ。意外だわ、仕事人みたいな感じやんないと。あ、そうだ。じゃ、もう一回。はいどうもー、水溜りボンドです、よろしくお願いしますね、毎日動画頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。おお、うまいうまいうまい、できてます。はいどうもー、水溜りボンドです、よろしくお願いしますね、サブチャンネル撮りましょうね。撮りましょう、サブチャンネルですけども、ですけども、つらい。ねえ、サブチャンネルですけども、ですけども、ね、やってみましょうか。はい、これはだから
違和感あるもんだから。でもさ、ですけどもさ、違和感、文法上の違和感じゃん。拭えないよ、それは慣れじゃないから。まあ、なんでも言うてますけども よりはいいと思うけどな。だから言うてますけどもって、あった今まで。何それ何そのクソ見てな、引っ張り出してきて、よりはいいと思うけどなって言ってくんの。何はいどうもー、たまり問題ですお願いします、はい、サブチャンネルやっていきましょう。はい、ここはちょっと変わる。